はい、で全体的に見るとこんな感じになっています。君と共に越えて行けばいい、どんなハードルが。はい、どうも皆さんこんにちは、ナナモです。今回ですね、オーキー様からですね、Bluetooth ヘッドホンの商品の提供を受けました。まずはちょっとね、段ボール開けていきたいと思います。はいはい、ということで今回ご紹介しますのはこちらになります。オーキー様よりご提供いただきました Bluetooth ヘッドホン EP の B52 というですね、 Bluetooth ヘッドホンを今回ご提供いただきました。で、今回なんでこの Bluetooth ヘッドホンのご提供いただいたかというとですね、見た感じ、まあ見た目の画像ちょっと出しますけども、見た感じは結構ビーツのソロワイヤレスにすごく似てるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。僕はちょっと似てるなっていうふうに思ったんですよね。まずそれがまず一番の理由ですね。あと値段が、まあ、4500円ぐらいということでですね、この間ご紹介しましたオースダムさんのですね、こちらのヘッドホンですね、オースダムさんの M04S というですね、こちらも Bluetooth ヘッドホンになるんですけども、こちらがですね2017年の上期の Amazon のヘッドホン売上ランキングの第3位ということでですね、結構売れているヘッドホンになります。こちらの値段がですね、今現在では、まあ、5398円ということでですね、なので、まあ、どっちのヘッドホンがいいのかなってこう聞き比べするのも結構いい動画になるんじゃないかなというふうに思ったので、今回ご提供いただきました。ではですね、こちらの Bluetooth ヘッドホンの概要を軽く説明してから開けていきたいと思います。オーキーの Bluetooth ヘッドホン EPB52 という Bluetooth ヘッドホンなんですけども、こちらは Bluetooth は 4.1 対応とのことです。それからですね、ドライバーの口径が 40mm ということですね、音の解像度を高め、豊かな低音からクリアな中高音までバランスの取れた高音質な再生を実現していますということだそうです。それから快適な高い気密性ということですね、イヤーパッドの表面は柔らかい合成皮革、内部はポリウレタンを採用していまして、装着時の安定性を向上していますということだそうです。耳を包み込むサイズで快適な気密性と高い装着感を実現していますというふうに書かれてますね。耳を包み込むサイズっていうことはオーバーイヤーなのかな、ちょっと画像見た感じオンイヤー型かなっていうふうに思ったんですけども、ちょっとこれまだ開けてみないと分かんないですね。ちょっと情報がそこら辺書いてないですね。それからですね、18時間連続再生ということでですね、 320mAh のバッテリーを内蔵しているので、1回のフル充電で約18時間の連続再生が可能ということです。18時間あればね、もう1週間に1回充電すればもう十分通勤とかにも全然使えるんじゃないかなというふうに思うんで、これはすごく18時間っていうのはいいんじゃないかなというふうに思います。それではですね、早速開けていきたいと思います。はい、それではですね、 EP の B52 というですね Bluetooth ヘッドホン開けていきたいと思います。まず箱のパッケージはですね、結構質素な感じになってますね。これ提供品だからこういう風なパッケージなのかちょっとわかんないですけども、結構質素なパッケージになってます。で、裏を見ますと、あ、こんな感じか裏には何も書かれてません。で、ちょっと開けていきますね。はい、ではですね、開けていきます。はいはい、こんな感じですね。はい、まずこれが箱に入ってるようですね、ヘッドホンは。はい、で、それから説明書が入ってますね。これで以上ですね。はい、で、まずは説明書が入っていました。説明書ですね、英語とあと日本語ですね、日本語にも対応しています。じゃーん、はい、こんな感じのケースに入っています。ケースは結構丈夫なケースに入ってますね。はい、じゃあ開けていきます。じゃーん、まだなんか付属品が入ってますね。まず付属品から開けましょうか。はい、で、まずですね、充電用の USB ケーブルがついてきます。はい、それからですね、 3.5mm のステレオケーブルもついてきます。有線でも聞けるということですね。付属品はこれで全部ですかね。はい、ではですね、袋から出したいと思います。いきます。よいしょ、来ました。はい、こんな感じになってます。結構オースダムの M04S と比べるとだいぶ重量感があります。ではですね、詳しく見ていきたいと思います。 R 側にですね、まずこちらに電話のボタンがあります。電話に出るボタン、それからボリュームのプラスマイナスがついています。再生停止ボタンはどれなんだ。で、こちらの電話のボタンがですね、マルチファンクションボタンということでですね、複数の機能が割り当てられているようです。電話にも出れるし、あとはまあペアリングするときにも使うし、再生停止ボタンにも使うようです。で、 R 側にこう充電用の USB 端子がついています。そして L の方に
有線で接続するための 3.5mm のステレオケーブルを挿す端子がついています。はい、で全体的に見るとこんな感じになっています。とにかくですね、まず持ってみた感じは結構重量感があります。でこちらのイヤーパッドがですね、すごい柔らかいです。やっぱりビーツとかその高級機にあるこの柔らかさですよね。すごい柔らかいです。オースタムの M04S と比べてだいぶ柔らかいですね。これ結構装着感良さそうな感じがします。まずはとりあえず聞いてみようと思います。はい、ではですね、聞いていきたいと思います。聞くプレイヤーはですね、 iPhone6 で聞いていきたいと思います。でまずペアリングするのにですね、先ほど見せましたマルチファンクションキーですね、電話型のキーを押します。そうするとですね、こちら EP-B52 というですね、ここを押してペアリングします。じゃあつけてみたいと思います。なんとも中途半端の大きさだな。オンイヤってわけでもないけど、でもオーバーイヤってわけでもないです。なんかすごい中途半端だな。俺の耳がおかしいのかなこれ。はい、とりあえずですね、つけてみた感じはこのようになっています。見た目はね、結構かっこいいんじゃないかなっていうふうに思います。ではちょっと聞いてみたいと思います。はい、ということでですね、先ほどのシーンから5時間半ぐらい経ってます。ちょっと外に行ったりとかしてね、実際に歩きながら使ってみたりしたんですけど、ちょっと蚊に刺されたな。すげえ蚊。いいと思ったところと微妙だなと思ったところをちょっと述べていきたいと思います。まずいいと思ったところなんですけども、やっぱりすごく使ってても思うんですけども、かなり高級感がありますし、作りが結構しっかりしています。先ほどもね、こう詳しく、お見せしたと思うんですけども、見た感じも結構しっかりしてますし、使ってみても全然その作りの悪さみたいなのはほとんど感じませんでした。ちょっと名指しでちょっと言うのもちょっとどうかと思うんですけども、オースタムさんの M04S というヘッドホンなんですけども、こちらの方がですね1000円ぐらい高いんですよね。こっちの方が、でもこっちの方がちょっと作りが雑な感じがするぐらい、かなりしっかりと作られてるなというふうに思います。ここはまずかなりポイント高いんじゃないかなというふうに思います。それからですね、このようにコンパクトに折りたためるのもかなりいいんじゃないかなというふうに思いました。持ち運びするときにもですね、非常に便利です。こうやってまあ小さく折りたたんで、そのままねカバンの中に入れるのもいいと思うんですけども、このようにハードケースもついてますんで、傷が心配な方はこれに入れていただくのも全然ありだと思います。結構そこら辺持ち運びについてしっかりと考えられてるんで、いいんじゃないかなというふうに思いました。それからですね、イヤーパッドすごく、柔らかいですね。つけ心地が結構いいです。本当にすごく柔らかいです。これ結構つけ心地がいいですね。全然こう耳が痛くなるってことはないです。それから音についてなんですけども、中域とそれから低域の量感に関してはですね、非常にこう僕の中ではちょうどいい感じの量感で、結構こう気持ちよく聞けます。出すぎずこう引っ込みすぎず、結構ベストな感じなんじゃないかなというふうに思います。フラットっていうよりはちょっとこう低域をまあ強調した感じではありつつも、こう攻撃をねこう邪魔しない程度な感じなんで、そこはすごく僕としてはいいなというふうに思いました。で攻撃に関しても全然引っ込んでるって感じはないんですけども、やっぱりこうシンバルレベルのまあ攻撃レベルになってくると、ちょっと表現はいいとはちょっと言えないかなとは思います。ただそれでもだいぶ気持ちよく聞けるなというふうに思いました。この値段帯5000円以下という値段帯と、まあ、Bluetooth ヘッドホンっていうことを考えますと、非常に検討してるんじゃないかなというふうに思いました。結構その万人受けしそうな音なんじゃないかなっていう風に思いました。低域はねちょっとこう、まあ、強調しすぎない程度にちょこっとなんか強調してるような感じで、攻撃をこう邪魔しない程度にちょっとこう際立たせてるような感じがして、結構この万人受けしそうな、聞いてやっぱり結構その考えられて作ってるんじゃないかな、音の設計してるんじゃないかなっていう感じは結構受けました。音のサンプルについてはですね、動画の後半でちょっと聞けるようにしておきたいと思います。それからですね、使っていてちょっと微妙だなというふうに思ったところもいくつかあります。一つ目がですね、先ほどちょっと動画で多分言わなかったと思うんですけども、オンイヤー型のヘッドホンっていうふうに書かれてるんですね。なのでまあオンイヤー型っていうのはこう耳にこう耳のところにこう乗っかるのをオンイヤー型というふうに言います。でオーバーイヤー型っていうのはですね、この耳の周りにこう覆いかぶさるように入るものをオーバーイヤー型というんですけども、オンイヤーにしてはね、なんかちょっとこう中途半端なんですよね。こうつけると耳の上にこう乗っかる部分もあれば、ちょっとなんかこう周りにこう覆いかぶさっちゃう部分もあったりとかして、で僕のつけ方がちょっとおかしいかなと思っていろいろ試行錯誤したんですけども、つけ心地としてはちょっとなんか微妙なんですよね。例えばこうオーバーイヤー型のヘッドホンでこうつけた時に耳の上にこう乗っかっちゃうのは、それはなんかこう自分の耳がちょっと大きいんかななんていうふうに
思うんですけども、これオンイヤー型のヘッドホンなんですよね。オンイヤー型のヘッドホンで、こう周りにこう結構大きすぎて、いわゆるちょっと大きいんですよね。だから若干大きいので、こう耳に完全にこう全て乗っかるっていうよりはちょっとこうオーバーしてしまうような感じなんですよね。ちょっとオンイヤー型にしたらちょっと大きいんじゃないかなっていう感じがしました。日本向けっていうよりはその海外の人向けに作られてるのかなっていう風な感じはちょっと受けました。僕の耳がちょっと特別小さいっていうことはないと思うんですよね。だからちょっと大きめって感じですね。オンイヤーってわけでもないし、オーバーイヤーってわけでもないし、なんかちょっと中途半端な感じの付け心地なんですよね。でなんかちょっととは思うんですけども、イヤーパッドがねすごく柔らかいんで、こう耳が痛くなるっていうわけでもないし、つけてるとそのうち慣れてくるは慣れてくるんですよ一応。ただつけた時はなんかこう微妙だなっていう感じはすごく受けました。多分こう人によるんでしょうね。だからね、これちょっとこう安易におすすめできない部分ではありますね。音は結構いいなって思ったし、作りもすごくいいんですけど、ちょっと装着感的にちょっと中途半端なんですよね。ここはちょっと僕としてはちょっと微妙なところですね。で2つ目なんですけども、結構ヘッドホンの重量があります。オースダムさんのですね、この M04S っていうのはですね結構軽いんですね。で重量を Amazon の方で見てみると、重量は約 200g というふうに書かれてるんですけども、ホーキーさんのはですね286ということでですね、結構重たいんですよね。重量は結構あります。なのでちょっとこう歩きながら使ってるとね、結構その振動を結構もろに受けてしまって、ちょっとこうずれることがありました。 M04S もね一緒に持ってって聞いたんですけども、やっぱ M04S の方はねあんまりこうずれが少ないんですよね。軽い分つけ心地も軽くていいんで、ちょっとそこの重量的な部分がちょっと重たいかなっていう感じはしました。ちょっとうるさいことを言うとですけどね、そんなにこうびっくりするほど重たいってわけではないんだけども、重量感結構あります。そんなところですかね。はい、ということですね、アンカー様からご提供いただきました EP の B52 という Bluetooth ヘッドホンのご紹介でした。正直言って作りはすごくいいし、全然こう使っててもね、こう安っぽい感じも全然しないし、で付け心地もイヤーパッドが結構柔らかいんで全然悪くないんですけども、オンイヤー型っていう風に書いてある割にはちょっと大きいのではないかなという風に思いました。これは僕の耳の大きさの問題もあるのかもしれないですけども、多分イヤーパッドがちょっとこれよりも固めだったら多分痛くなっちゃうような感じだと思うんですけども、結構長時間つけてましたけど痛くなるっていうことは僕の中ではありませんでした。そこをどう考えるかですよね。音に関してはすごくいいなというふうに思ったので、正直おすすめしたいところであるんですけど、そこの部分が唯一ちょっと気になるところではありました。はい、ではですね最後になるんですけども、こちらの EP の B52 という Bluetooth ヘッドホンとオースダムさんの M04S という Bluetooth ヘッドホン、こちらの2つの音をですね、疑似的にではあるんですけども、ちょっと聞いていただきたいなというふうに思います。で、疑似的に聞くっていうのはどういうことかって言いますと、こちらの、これイヤホンみたいにこう見えると思うんですけども、こちら実はマイクなんですね。これバイノーラルマイクと言いましてですね、こちらローランドの CS10EM っていうですね、バイノーラルマイクなんですね。イヤホンに見えるんですけど、マイクなんです。で、こう、つけながら音を取ると、その人がこう、聞いてるのに、かなり近い音で音を取ることができるというちょっと特殊なマイクになるんですけども、このマイクを耳につけて、でその上からヘッドホンをつけて、ヘッドホンの音をちょっと疑似的に録音して、それを皆さんにちょっと聞いていただきたいかなというふうに思います。ただですね、本当に疑似的なものになります。で録音するレコーダーの性能、それからこちらのマイクの性能によってもですね、結構音って変わってきてしまうので、あくまでも疑似的なものになります。ただ同じレコーダー、同じマイク、そして同じ録音環境で録音しているので、あくまでもですね、疑似的とはいえ、比較にはなるのでね、ちょっとこう音の違いを楽しんでいただけたらなというふうに思います。それがしっかりとその言っておきたいのはですね、こちらのバイノーラルマイクを使ったヘッドホンの音の録音はですね、僕が好きな YouTuber さんのギュイン徳川さんがやってたのをですね、ちょっと僕の方で、パクったっていうかなんていうか、ちょっと同じやり方でちょっとやらせていただいてます。ユインさんの動画はですね、下にリンク貼っておきますんで、ぜひ気になった方は見てみてください。非常にためになる、面白い動画になってるんで、ぜひ見てみてください。で、聞くときはですね、イヤホンかヘッドホンをつけて聞いてみてください。スピーカーから聞くとですね、ちょっと意味がないので、イヤホン、ヘッドホンをつけて聞いてみてください。比較してですね、そのまま終わりたいと思います。それではどうもありがとうございました。ナラモンでした。
仕上がる勇気をくれる誰かがそばにいればいい。一人じゃないと踏み出した最初の一歩が明日への扉を見つけ出すよ。君と塞いでいたとしても未来はいつもこの手の中にあると信じて道を進む。気づいてたんだ。すごい低音もっさもさ、本当にすごいよねこれ。